気象がミートデエキスパートレアキャンサーライブラリー第9回粘液繊維肉腫私は国立がん研究センター中央病院骨軟部腫用リハビリテーション科気象がんセンターの岩田と申しますそれではこれから難部肉腫の一つであります粘液繊維肉腫について詳しくご説明させていただきます まず A さんのお話をさせていただきましょう A さんは七十三歳の男性で最近背中に何やらしこりができてきたということで気にしていましたしかし痛くもなくほっといたんですけどだんだん大きくなってきたということで近くの病院を受診しましたそちらの先生はあこれはおできができましたねでは取ってしまいましょうというようなことで手術を進められました しかし、かその局所麻酔での手術の途中腫瘍からは多くの出血が見られ手術を途中で中断することになってしまいましたその後、MRI でよく調べてみるとこのような大きな出来物があることが分かりましたこの後、取ったものの一部を検査に出しましたところその病理診断は悪性であります粘液繊維肉腫という診断となりました A さんはこの後皮膚の下に出てきたこの出血の跡を含めました大きな切除・手術が必要になってしまいましたこの粘液繊維肉腫は南部肉腫またはおお南部悪性腫瘍といいますがこの一つだと言われていますこの南部肉腫は南部組織 筋肉であったり脂肪であったり神経であったり血管であったりつまり内臓と骨ではない組織に発生する悪性腫瘍というふうにされています軟部肉腫の特徴としましては一つにその種類はとても多いことですえ50種類以上の軟部肉腫が存在するというふうに言われていますまた 全体を合わせても軟部肉腫は希少癌というふうに言われています。非常に珍しいということですね。すべての癌の中でのわずか1%がこの肉腫軟部肉腫であるというふうに言われています。さらにはこの軟部肉腫は頭のてっぺんから足の先までどこにでもできるというようなことが分かっています。まあその中でも足やふくらはぎといった あ、下肢が多いというふうにされていますが、先ほどのように背中であったり。まあ、場合によっては頭で、頭のてっぺんとかね、そういうところにもできたりすることがあります。その中で、今日お話しするのは粘液繊維肉種です。この粘液繊維肉種は、軟部肉腫の中で、全体に三番目に多い肉腫のタイプと言われています。写真でお示ししましたが。 このように表面にモコモコと出っ張るような形で出てくるようなことがよく見られます。この粘液性肉腫にも特徴的な点があります。その一つは他の肉腫に比べて比較的高齢者に多い。七十歳以上の方に多いというふうに言われています。また。体の奥。 筋肉の奥であったり、骨の近くではなくて、割と皮膚とか浅いところに発生しやすい、割と触りやすいっていうことも一つの特徴であります。さらにはこの病気は非常にしつこい病気でありまして、しっかりと手術で取った後にもですね、また同じ場所に病気が出てきてしまう。これを再発と言いますけど。 このような再発を起こすことが他の肉腫に比べて多いというふうに言われており難治性腫瘍の一つであるというふうに言われていますまた粘液繊維肉種の特徴としてはこのように MRI 等でこの画像を見ますとですね、腫瘍の塊の周りにですね、このようにひげが伸びるように細い広がりが見えてまいりますこれが腫瘍細胞が染み渡るように周りに広がっている という,ふうに考えましてこのような形態を新純性発育という,ふうに呼びますこのような発育は何も画像的に腫瘍が見えているだけではなくてですね実際に細胞レベルで見ていっても顕微鏡でこのように紫色の腫瘍細胞がピンク色の筋肉の間を縫ってですね腫瘍細胞が実際に広がっている。 とといいうことが分か,ります分かっていますなので我々手術をする時にはこの大きな腫瘍だけではなくて周りに広がっているこのひげの部分染み渡っている部分もしっかりと考えて手術をしなければなりません。このような発育様式を示すこの粘液繊維肉腫は非常に高い再発率を低することが知られておりまして いろんな報告がありますけども、20%から中には70%もの割合で再発をしてしまうという報告もあります。それでは、この粘液性肉腫をどのように治療していったらよろしいのでしょうか。まず、一番重要な治療法としては、やはり手術です。この腫瘍はしっかりと手術で完全に取り切らないと治りません。 その完全に取り切るということは、先ほど申し上げましたこの染み渡っている部分ですね。このようにヒゲのように伸びているこの腫瘍細胞が染み渡る部分を含めて広く取る広く切除をすることが必要となります。このような方法を広範切除というふうに言います。 このように実際に腫瘍のところから髭の部分、さらにはその髭の伸びているところからさらに遠くまで含めて取るような形になりますし、この使用自体を正常の皮膚や筋肉で包み込むような形で大きく取るということが非常に重要になってまいります。このような切除範囲を決めることが我々外科医にとってはすごく大事なことであり、しっかりと治すための重要なポイントであります。 切除した腫瘍はこのように実際のま塊としての腫瘍以外にこのように筋肉のところを広がっているような腫瘍部分があるんですけどなかなか目ではわかりません。しかしこの部分を顕微鏡でよく見ますとこの黄色で示されたように実際に腫瘍細胞がこの範囲で広がっている。つまりこの画像的画像で見られる このしみ当たっている範囲とやはり一致してこのような腫瘍細胞の広がりがあるということが分かっておりやはりここまで含めた手術ということが重要になってまいります。またもう一つの治療法として放射線治療がありますこれはあくまで手術を行った後に追加で行う治療として考えられまして放射線治療だけでは治りきりません。 やはり手術と組み合わせて使うべきものと考えていますで、この放射線治療をどのような場合に組み合わせるかということに関しては腫瘍がどうしてもギリギリ近くなってしまったときには有効ではないかというふうに考えられていますつまりこのように切除した腫瘍組織をですね見たときに黄色い範囲で腫瘍細胞が広がっているんですけれども実際にこの部分で 例えば切除をしてしまった時にはここの部分この目に見えない細胞が露出してしまうことになりますのでこっっち側に腫瘍細胞が残ってしまいまいす。このような場合この残ってしまった腫瘍細胞からまた病気が出てきて再発を起こすというリスクが高くなってまいりますのでこのような場合には残ったこの細胞レベルの腫瘍を放射線治療で叩きましょうということが推奨されるわけです。 またこのように十分な距離をとって腫瘍が切除できた場合には腫瘍細胞の露出はないと考えられますのでこういった場合には再発のリスクは低いと考えられますこれであれば放射線治療を追加しないで手術だけで治るという可能性は十分高くなります。それではこのようにギリギリの場合細胞レベルでいってこの断端腫瘍のギリギリのところから そんなにたくさん離れてないところで手術を行ったと切除を行った場合には放射線をかけるべきでしょうかかけないでもよろしいでしょうかここは今のところまだはっきりと分かっておりませんので現在これを臨床試験という形で確かめる検証するということが計画されています最後に抗がん剤についてです粘液繊維肉種の場合 この抗がん剤を使うべきかどうかということに関してはいろんな意見がありますがその一つには腫瘍が大きいいいいとににはは有効ではないかという,ふうに言われていますこれはこの腫瘍の幅が5センチ以上の大きな腫瘍であった場合やはりリスクが高いと。 予後が悪いということが分かっておりますのでこのような場合には抗がん剤を手術に組み合わせて使うべきではないかという意見が広く知り渡っています。またこのようなこの粘液繊維肉腫を含めた軟部肉腫には肺,を肺がメインなんですけど遠隔転移を起こすということが知られています。 このように転移があるときには、やはりどうしても抗がん剤を使わざるを得ません。こちらに示しましたように、肺にこのようなポチポツとした転移が出てきてしまっているような場合は、やはり抗がん剤を使ってこのような病気を抑えていくということが必要になってくるかと思います。このように、粘液性肉腫には手術が最も重要な治療ですが、そこに放射線と抗がん剤治療を どう組み合わせていくかということが大事になってきましてその治療方針については主治医の先生とよく相談していただくことが必要になるかと思います以上ですご視聴ありがとうございました